こんにちは、柴犬ぐうすけの飼い主です。本日は柴犬を飼いたい人に伝えたいこと3選ということでお話しさせていただきます。近所を歩けば柴犬を散歩している人をよく見かけるほど馴染みが深いワンちゃんですよね。テレビや YouTube などでもめちゃくちゃ可愛い柴犬を見て癒されますよね。そうなると自分でも飼ってみたいと思います。私も現在4歳5ヶ月のオスの柴犬ぐうすけを飼っていますので、柴犬を飼いたいと思っている方からよく実際に飼ってみてどうなのと相談を受けることがあります。その際いつも伝えていることをこの動画でまとめてみましたので、ぜひご視聴いただければと思います。結論から申し上げますと、柴犬をこれから飼いたいという方にお伝えしたいことは3つあります。1つ目は、柴犬は本能的に噛む犬種ですので、子犬の時はよく噛みます。2つ目、運動量が半端ないので、毎日の散歩が大変です。3つ目、意外に思われるかもしれませんが、柴犬は雑種を除くと殺処分が一番多い犬種です。私が今飼っている柴犬のぐうすけは生後60日で自宅に迎え入れました。当初は可愛い可愛いと甘やかして育てていたんですけども、よく噛まれていました。初めのうちは歯が生え変わるからとか、歯がグラグラして気になったりしているので、痒いから噛んでくるのかなと思っていました。ただ何回言ってもしつけをしても噛み癖が治らなかったので、なぜそんなに噛むのをやめないのかと自分なりにいろいろと調べてみました。そこで分かったのは、柴犬はもともと狩猟犬なんですね。飼い主と野山に行ってイノシシや鹿などの獲物を取るスタイルの狩猟ですね。獲物を見つけたら真っ先に向かって行って、その中で激しく戦い、獲物を弱らせて追い詰めて、最後ご主人が猟銃で仕留めるというのが仕事です。そのような狩猟をしていたので、柴犬に求められていたのは気が荒くて気が強くて闘争本能むき出しで、どこまでも獲物を追い詰めていく無尽蔵のスタミナを持った柴犬が重宝されてきました。だから現在の子犬の柴犬が噛み癖がなかなか治らないとか、運動量スタミナがすごいと言われるのは、先祖代々狩猟犬として日本に暮らしていたからなんですね。また柴犬は狼に一番近い DNA を持っている犬種みたいです。だから柴犬を飼う時にはもともと狩猟犬で気性が荒く闘争本能が強い犬だと理解して飼い始めた方が良いです。そうすれば多少噛まれたとしても、なかなか噛み癖が治らなくても DNA レベル、本能レベルで噛んでしまうんだなと、人間の生活に慣れるようにこれからトレーニング頑張ろうねというふうになっていきますよね。このようなことを知らなければ、なんでうちのワンちゃんは何回言っても噛み癖が治らないのか悩んでしまって、柴犬を飼うこと自体が嫌になってしまい、最悪飼育放棄をしてしまう飼い主さんが出てくるんだと思います。子犬の時はめちゃくちゃ可愛い顔をしながらしっかりと噛んでくるので、そのことは理解しておいたら、家族に迎え入れた柴犬にとっても家族にとっても誤解が生まれないと思います。獣医師やドッグトレーナーの方にも柴犬のことを聞いてみたら、初めて柴犬とコンタクトを取るときは身構えるそうです。犬のプロと呼ばれる方も柴犬には警戒するみたいですね。あと我が家のぐうすけもペットサロンに連れて行ったら、柴犬は気性が荒くて
噛まれることがあるので断られたことがありました。私が今柴犬を飼われててどうですかと人から聞かれたら、間違いなく4歳のグースケはとっても可愛くてとっても飼いやすいですよとお伝えします。ただし子犬の時はよく噛まれたし、噛み癖を直そうと根気強くしつけをしていました。加えて半端ない運動量、スタミナを持っているので、朝夕のお散歩をしっかりとるようにして、1回のお散歩で30分か1時間ぐらいかけていました。繰り返しになりますが、柴犬は噛み癖が治らないという理由で殺処分が一番多い犬種です。これから柴犬を飼おうと思われている方は、もともと狼に近い DNA を持っていて本能的に噛む犬種であるということと、昔は狩猟犬として気性が荒く気が強いことが重宝されていた犬であるということを理解認識して飼われてもらえればと思います。柴犬も人間も同じ生命、命を持った生き物です。飼われた柴犬には飼い主の存在が生きていくのに欠かせない存在です。命を預かり、楽しく幸せな生活を送らせる義務があることを理解して、柴犬をこれから飼ってもらいたいと思います。私もこれからグースケと楽しく生活していきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。ピンピン、ピンピン、ありがとう、ありがとう。